日産、ウィングロード、ウィングロード、ウィンロードは、サニーをベースとしたステーションワゴンであり、1996年に、それまでのサニーカリフォルニアと AD 版の常用仕様である AD ワゴンを統合、外反パネルを大幅に変更し、リアオーバーハングを延長するなど、大掛かりなマイナーチェンジを施した新規車種として登場したが、室内空間の狭さなどが原因でこの時の評判は、 かんばしいものではなかった。1999年にフルモデルチェンジされたものの、市場の評価は好転せず、2001年に行われたマイナーチェンジで外観及び内装を一新し、3代目 P12 型プリメーラにも似た、鋭い目つきのヘランプを採用し、毎月販売台数で20位以内にランクインされるようになった。国産の小型ステーションワゴンの分野にお手は、 トヨタのカローラフィールダーと人気を2分した。また、3代目の Y12 型は C11 型ティーダをベースに開発され、以前はニュージーランドでも販売されていた、先代の Y11 型もパルサーワゴンの名で販売されていたが、2018年3月時点で国内1000倍であった。2007年6月に3ナンバーステーションワゴンの不振によってステージアが 生産終了したことにより、同社の日本国内ラインナップの中で唯一のステーションゴンとなっていた。Y11、Y12 型は共に、茨城県警察に経来用パトカーとして、検費導入されているほか、自衛隊においても Y11 型、Y12 型は、業務者1号、Y12 型は、業務者2号として、導入実績がある。また、東京都内では、過去に、 Y10 型がタクシーとして、現在は Y12 型がハイヤーとしての導入実績がある。一時期、オセアニア圏に輸出されていたこともあるが、最末期には国内専用車となった。1996年5月、サニーカリフォルニアと AD 版の常用仕様である AD ワゴンを統合すべく、ボディ後半のデザインを大幅に変更するなどの、 大掛かりなマイナーチェンジを受けた Y10 型が登場。テレビ CM には、エスミマキコとナインティナインのヤベヒロユキと、岡村隆が出演。ウィングロードの名は、もともと U11 型ブルーバードワゴンのグレード名だったものをそのまま社名としたものである。また、サニー時代のカリフォルニアをサブネームにつけ、サニー店、後にサティを店向けに設定していた。この Y10 型は、 マツダに対して8代目ファミリアワゴンとして OEM 供給され、ファミリア版も同時に AD 版の OEM となっている。その後、ワゴンはマツダ自社製に切り替えられたが、版は Y12 型に至るまで継続供給されていた。エンジンは SR18D 型、GA15D 型の各ガソリンエンジンと CD20 型ディーゼルエンジンの3機種を設定。 この車は同年の FNS の日で視聴者クイズの優勝商品として使用された。なお、商用車の AD 版は従来ボディのまま1999年6月まで継続生産された。1997年5月、マイナーチェンジ。フロントグリルのデザインを変更したほか、シート表皮の変更、インパネオニジンサイズ機器、オーディオ、 ナビ対応のものに変更するなどの改良を行った。歴代で唯一、PCD が114.3となっていた。1999年5月31日、フルモデルチェンジで Y11 型となる。エアロシリーズ、ベーシックシリーズ、ビジネスシリーズの3系統展開となる。搭載エンジンはすべて直列4気筒 DOHC、ガソリンエンジンで9 g 1 5で型。 9 g 1 8で型、および可変バルブリフト及びバルブタイミング機構、ネオ VVL 付け SR20 ベイ型の3機種を採用。フロントサスペンションは、全車ストラット式。リアには、SR20 ベイ搭載車及び 4WD 車は、ワゴン専用マルチリンクサスペンションを採用し、2WD 車は、トーションビーム式サスペンションを採用。トランスミッションは5速マニュアル。 4足オートマチックに、加え、SR20 ベイ搭載車に6足スポーツモード付け、無断変速機、ハイパー CVTM6 を搭載。前期のみ、CM 出演者は、ユアン、角田幸穂、鈴木孝夫、江川義文、小池葵、市川美和子。1999年6月21日、Y11 型 4WD 車発売開始。 オートコントロール 4WD とマルチリンクサスペンションを採用。2000年10月24日、使用及び装備を変更し、グレード体系を見直し、同時に期間限定車 g エ r ロエ x ストラ、g x ストラと鉱石テレビ、テレビなしも選択可能などを装備した e ド d o S バージョンを発売。2001年3月末をもって、 日産車体京都工場での生産を終了。生産を日産車体湘南工場に移管。2001年10月22日、マイナーチェンジ。フロントデザイン及び内装衣装を大きく変更した。リアバンパーの形状がベーシックグレードとエアログレードで共通となり、細かいところではドアミラーのデザインも P12 型プリメイラと同じものに変更されている。 また社名ロゴがウィンロードから NE-01 のウィンロードに変更され、合わせてボンネット先端にあったウィングロードのエンブレムが廃止され、クリル内の日産 CI エンブレムに変更された。搭載するエンジンは s r 2 0イ型に代わり QR20D 型が新たに設定され、QG15D 型及び 4WD 用の QG18D 型と合わせて3機種となる。 このマイナーチェンジ以降、販売台数を大きく伸ばした。反則ビデオ用作品として、ショートフィルム、ウェイクアップ、遊び心、持ってるが作られた。2002年1月7日、前年10月のマイナーチェンジにより一時廃止されていた、ライダーが復活。ビレットグリル、エアロパーツなどが装備された。2002年11月5日、 QG 型エンジンに改良を加えたほか、グレード体系の見直しを実施。ライダーとはフロント周りの衣装が異なるライダープラスを追加設定。2003年5月8日、日産自動車が同年12月に創立70周年を迎えるにあたり70周年記念特別使用車を発売。特別装備として ETC 車載機が装備された。 2003年10月14日、一部改良。内外装のデザインを一部変更したほか、ボディカラーの入れ替え、エルクランド、プレサージュ、ティアナと共にインテリジェントキーを採用するなど、装備を向上。ライダーのデザインを変更。同時に、70周年記念特別使用車、第2弾を発売。プラズマクラスターイオニアコン等が装備された。2004年4月7日、 グレード、装備体系の見直し。同時に特別使用車、SAR Sporty Limited、S Limited を発売。SAR Sporty Limited には、フォグランプや16インチアルホイールが装備され、S Limited には、インテリジェントキーなどが装備された。なお、5速 MT は、この改良を機に廃止された。2005年1月6日、特別使用車、SAR V Edition を発売。 インテリジェントキーやフォグランプなどを装備した。2005年10月、第39回東京モーターショーにウィングロードプレビューを出展。2005年11月14日、フルモデルチェンジで Y12 型となる。国内目標月間販売台数は3500台、当時と発表されている。搭載するエンジンは、直列4気筒 DOHC1.5LHR15。 デガタ、および1.8リットル MR18 デガタの、核、ガソリンエンジンの2機種。4WD システムには、マーチ、T だと同様の E-4WD を採用する。シフトワードは、シフトファンクション、後に、シフトファンクションに、機能で遊びをシフトする。ファンクションに、ファンという文字が隠れているように、たくさんの機能から遊びを作り出す。としている。 1800cc 車の CVT は、パドルシフトによる6速、マニュアルモード付けである。2006年5月29日、ライダーシリーズに、ライダーアルファー e を追加、インテリジェントキー、専用スポーティフロアカーペットなどを装備した。2006年9月11日、特別使用車、スタイリッシュセレクション、V セレクションを発売。スタイリッシュセレクションは、ルーフスポイラーや、 フォグランプなどを装備し、V セレクションは、インテリジェントキー、プライバシーガラスなどを装備した。2006年12月25日、一部改良。HDD 方式カーウィングスナビゲーションシステムをオプション設定し、HR15 でエンジンと CVT の見直しにより、燃費向上。同時に、オーテック仮想車種、アクシスを追加設定。2007年6月、 前日の通り、折からのンナンバーステーションワゴンの不振によって、ステージアが生産終了したため、同社の日本国内ラインナップの中で唯一のステーションワゴンとなった。2008年1月23日、一部改良。15M は HR15 でエンジンとエクストロニック CVT の改良により、JC08 モードに対応。グレード体系の見直し及び変更。 エアロパーツ装着車は 15S、15M、15 18G に名称変更しビジネス向けグレードの15バイトは設定色を白、シルバーの2色に限定。18G、15M のエアロパーツ未装着車はオーセンティックという名称が加えられた。これに伴いオーテック仮想車種のライダーとアクシスもベースグレードがオーセンティックシリーズへと変更されると同時に それらに沿った改良が施された。2008年10月1日、一部変更。これまでをオプションで設定していた、プライバシーガラス、UV カット断熱機能付きが、全グレードに、標準装備となり、インテリジェントキーが、15S、15スフォーを除く、全グレードに、標準装備、15S、15スフォーは、メーカーオプション、カーウィングスナビゲーションシステムと ETC ユニットが、 セットでオプション設定となった。2008年12月17日、期間限定車、プラスナビ HDD セーフティーを発売。2009年3月末まで販売。2009年4月23日、燃費性能を向上。HR15 でエンジン c v t 車、15M15M オーセンティックは、平成22年度燃費基準プラス25%。を 達成した。2010年8月23日、使用工場、15M、15M4、18G のシート生地を変更するとともに、装備内容の見直しを行った。ボディカラーに、スチールブルーメタリックを追加するとともに、インテリジェントエアコンシステムに、プラズマクラスター4発生機を採用した。今回の使用工場を機にメーカーオプションとして、設定されていた。 カーウィングスナビゲーションシステムは省かれ、全車に CD チューナーが標準装備された。2010年12月7日、15M をベースに、通常はメーカーオプションとなっている、バイキセノンヘッドランプ、ハイ、ロービーム、プロジェクタータイプ、オートレベライザー付け、アクティブ AFS、ウォッシャブルラゲッジボード、イージーラゲッジベンチを装備しつつ、オーディオレス仕様、4スピーカー、 ハーネス、アンテナは装備としたことで価格を抑えた特別使用車15、15MV リミテッドを発売。2012年6月20日、一部改良。同年7月以降の生産者に適用される安全放棄に対応し、後席中央シート L 厚ケス3点シートベルトと、後席 ISO、フィックスチャイルドシートアンカーを採用。合わせて、自立式。 シートベルトバックルも採用した。なお、オーテックジャパン扱いのカスタムカー、ライダーとライフケアビークル、アンシャンテ助手席スライドアップシートもベースシャドウの改良を受けたが、アクシスは販売を終了した。また、HR15 でエンジン CVT 車15、15M15、M オーセンティック 15MV l i m i t は、平成27年度燃費基準を達成した。 2014年9月12日、一部改良。全車に VDC、横滑り防止装置を標準装備したほか、メーターパネル内に燃費計を追加し、15バイトと 15S は、トランスミッションを e a t x からエクストロニック CV に変更したことで燃費を向上し、平成27年度燃費基準を達成した。また、グレード体系の見直しにより1.5リットル4。 WD 社 15MV リミテッド以外の全グレードに設定及び1.8リットル社 18G18GO センティックを廃止し1.5リットルに WD 社の5グレードのみに集約ホイールも14インチが廃止され 15M15MV リミテッドは16インチアルミホイールが標準装備なりそれ以外のグレードは15インチスチールホイールホイールカバー セルナ、NV350 キャラバン、シルフィなどと同一となった。また、オーテックジャパン扱いのカスタムカー、ライダーはベース車に準じた改良に加え、バイキセノンヘッドランプが新たに標準装備されたほか、ベース車グレードを 15M オーセンティックのみに集約。ライフケアビークル、アンシャンテ助手席スライドアップシートもベース車同様の改良とグレード体系の集約を行い、 ベース車グレードは既存の 15M オーセンティックと新設の 15MV リミテッドの2グレードとした。2016年6月1日、一部改良。全車にリアヒーターダクト、ヒーター付けドアミラー、スチール製、リアワイパーを標準装備した。また、オーテックジャパン扱いのライダーと、 アンシャンテ助手席スライドアップシートもベース車同様に、リアヒーターダクト、ヒーター付けドアミラー、スチール製、リアワイパーの標準装備を行った。2018年2月、一部グレードの注文ができない、胸が公式ホームページに掲載される、事実上の生産終了扱い。2018年3月24日、販売終了に伴い、ホームページへの掲載を終了。 ウィングロードは3代22年の歴史に幕を閉じた。これに伴い、日産の3-5ナンバー登録のステーションワゴンがすべて消滅となり、ステーションワゴン市場から撤退することとなった。なお、派生車種の NV150AD は生産販売を継続する。また、インテリジェントキー搭載車にイグニッションノブを装備する、最後の車種でもあ、他の車種は、 フルモデルチェンジに伴って、お脂肪端式のスターターに置き換えられた。なお、ウィングロードの間接的な代替車種として、個人向けは既存の小型ハッチバックの2代目ノート、およびトールワゴンの3代目キューブ、軽ハイトワゴンのデイズルークスが、法人向けは、小型ワンボックスワゴンの NV200 馬ネットワゴンが、それぞれの受け皿となる。 市街地からアウトドアまでライフエリアの大きな広がりをイメージさせる英語の翼と道を掛け合わせた造語である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。